じゃあ紹介します。まず1個目、はい、ラジオネーム禁断の果実さんからいただきました。ありがとうございます。僕のここだけの秘密は、はい、携帯電話やゲーム機のコントローラーのバイブレーションを利用してちょっと気持ちよくなっちゃってることです。男性陣ならきっと分かってくれるはず。アイポンこのメール大爆笑して見てましたよね、さっき。アイポン意外と下ネタ好きじゃないですか。なんかおかしくないですか。ちょっと何をどうなのかがまずそこからなんです。アイポン何を想像しました、これをこの文章を見て。なんかちょっとエッチなこと。ほらなんかエッチエッチじゃないですか、アイポン。アイポンそれでめっちゃ笑ってましたよ、もう。そうメール見た瞬間って笑ってました。何見て笑ってんのかなと思って、関さんこれって言ってみたら、もうバイブレーションバイブレーションでおなってるっていうメールじゃないですか、これ。わかんない、こうただ持ってこうその振動の気持ちよさを感じて。またまたダメですよ、そんな嘘を言ったって。それエッチなことを想像したって言ってたじゃないですか。そうですけど、どこかに当ててはったわけですよね、iPhone の想像の中では。いや、これをどこか肩ですか。いや、どまあそこの人のきっとそのポイントがあるんですか。わかりませんけど、禁断の果実さんの快感ポイントがポイントがわかんないですけどね、はい、そうですよね、うん、どうですか。でもやっぱりこのバイブレーションしてるものとかを触ったりとか見たりすると、はい、やっぱりエッチな気分になったりしますか。どんな質問ですか。ならないですよ。ならないですか。僕は結構あのわなんかエロいなって一瞬思う時もありますね、場合によっては。はい、気持ちいいんかなこれって思う時あります。今週のはい、どのメールの人が良かったですか、アイポン。何が良かったの。バイブかな、やっぱり。違う、それ私、じゃあ関友さんがすごい共感したってことで、じゃあアイポンもだってバイブ大好きでしょ。は？いや、バイブのこのメール、バイブをすごい好きな人のことをバイバーって言うんだよね。へー、俺が決めたんだけどね。最近よく使ってるの。バイブ好きな子はバイバーって言って。そうなんだ。じゃあこの子はじゃあバイバーさんですね。はい、はい、じゃあバイバーにしましょう。じゃあね、禁断の果実さん、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。